映りました映りましたね映りましたはい、よろしくお願いしますドリームキングダムホテルテネシーのとある一部屋。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分タワープレイス1階にありますサテライトスタジオより生放送でお送りしております。またネットテレビユーストリームでも同時生配信をしております。ユーストリーム内ドリームキングダムで検索していただきますとご覧になられます。こちらもどうぞお楽しみください。8月18日時刻は18時を回りました。第もう11回になるんですね。11回、もうすぐ1年ですね、ドリームキングダムホテルテネシーの一部屋。この番組は川崎という街を音楽で、音楽で盛り上げ、音楽の楽しさを伝えることを目指した番組となっております。30分という短い時間ではありますが、どうぞお付き合いください。すいません、いきなりカミカミで、失礼しました、はい、本日パーソナリティを務めますのはホテルテネシーでボーカル作曲を務めてますチャールズとキーボードのハラディです。よろしくお願いします。はい、どうですか。どうですかね、お久しぶりですね、この2人でやるっていうのは。そう、何ヶ月ぶり、最後にやったのいつだろう。最後3月にぐらいですかね、多分3月ぐらい。そうですね、本当に。さあ本当、3月かってなるともう5ヶ月か。5ヶ月なんだ、早いね。うわ早いね、この2人で5ヶ月。いやいやいや、全然いいんですけど、全然いいんですけど、どういう意味ですか今の。全然あの行く意味はなくて、はい、いいですね。はい、ただあのツッコミがいないからね今日は。 ボケばっかりですよ。僕ちょっと頑張ってツッコミに回ろうかな。お互いツッコミに回りますか。あ、そうですね、ボケになってしょうがないですね。はい、失礼しました。ツッコミできないと思うけど。あなたツッコミできない。僕じゃあツッコミで、あ、はい、そういけるかな。僕もボケだと思うんだけどな。ですね、8月18日まあお盆休み、終わったところですけど。終わりましたね。どうですか。うん、どこも行ってないんだっけ。あ、なんかあの地元じゃないところに帰ったんだよね。すごい、帰って、いや帰って、僕故郷何個あるんだよ。帰ってないっけ。え、帰ってはないですよ。なんかまあちょっとどっちは行ったの。まあ栃木行ったり長野行ったり、ちょっと1週間に演奏でってこと。全く別の用事で行ってます。あー、そっかそっかそっか、はい、あー、そうそうです。僕はですね、はい、お盆休みに関しては、はい、ちょっとまあ東京の深川の方に行きまして、はい、駅でいうと、そうだ、門前仲町とか清澄白河とかその辺なんですけど、はい、半蔵門線沿い。半蔵門線は通ってたかな。通ってないですね。あ、失礼しました。これ半蔵門線、あ、通ってるね。通ってる、失礼します。はい、あの清澄白河で行ってるってことです。で、何したかっていうと、お祭りに、深川のあの祭りに、あ、ツイッターで見ちゃいました。見ちゃいました、ね、見ちゃいました、見ちゃいました、ね、超和風な感じで、すごいジャパニーズな感じのチャールズさんが。全然テネシー感ないよね。全くテネシー感ゼロでした、ね、すっごい楽しかったんですよ、これ。もうおみこし生まれて初めてから継がせてもらったんですけど、はい、おみこしがその深川の、まあ、エリア全体っていうのは、まあ、50数機出るんですね、はい、3か4かぐらい出るんですよ。で、何かってそれにさらに水かけたりするんですよ。すんごい盛り上がる。これがまあ1万人単位でいるんじゃないかなって人。1万人すごいね、うん、本当に規模の大きいお祭りで、江戸三大祭りって言われてたりするんですけどね。いやもうすごかったですよ。僕、おかげで風邪治るの遅れますよ。風邪ひいた中で水かかる、風邪治るかな、よし、いけるかなと思って。いや、治りは一番まだ咳してますからね。まだ咳してます。もう7月の末からずっと実は風邪ひいちゃったんですけど、あの、かれこれ3週間経ってますよね。もう大変なの。もうぐっ
グダグダでグッタグタでもう大変大変なんですよ本当に。まあ、このラジオの時間だけはシャキッと。風邪ひいたん僕だけじゃないですけどね、はい、あの実はですよ、パソコンの方もちょっと病気にかかっちゃいましてどこからウイルスもらってきたかわかんないパソコンもやられちゃったんですよね。実は夏休み踏んで切ったりじゃないですか。全然楽しくないこの夏は正直個人的な感想ですけど、しかもそれも7月後半ですよね。そう、同じ時期にあのやられちゃって、風邪もひいたし、パソコンもやられちゃったし、うわどっちも病気になっちゃったっていうね。でまだ治ってないっていうね、パソコンも。でもまあ頑張ってます。頑張ってます。いろいろ大変な、どっちもいろいろ大変なんですけど、まあまあまあ、でもそれでもね、毎日楽しんでね、引くぐらい楽しんだよね。全然いいじゃないですか、うん、それ風邪引くぐらい、それともドン引きするぐらい、いろいろあるぐらい、ドン引きするぐらいかな、楽しい、引くぐらい、ドン引きするぐらい楽しい、うん、あなるほど、ドン引きするぐらい楽しい、いいじゃないですか。あんまり言葉遣い良くなかったんですよ、すいません、ごめんね失礼しました、はい、失礼しました、うん、ラジオ向きの言葉遣いではなかったんですけど、失礼しました、とてもとても楽しい毎日をおかげさまで過ごさせていただきまして、すごく充実してますね。あなたもそうですか。ああ僕もかなり1週間に毎週違うところ行ってたんで、ああそれはそれでいいですね、すごいですね、うん、もういや雨の中テント張ったりとか。どこが一番思い出に残ってる。牧場行ったんですよ実は、栃木で。あのとあるちょっと山の上の方にある牧場。絞った絞れないんですよ。ああ絞れなかった。ちょうど台風5号が来る時で絞れなかったね。そうですね、ちょっとそれどころじゃないわ、ね、それどころじゃないんですよ一応それでも牧場行ったんですよ。牛さんもそれどころじゃないんですよ。牛さんも、うん、そろそろ天気っつって、ね、もう天気やばいっつって、もう、うん、あの引っ込んじゃったんで、引っ込んじゃった牛さんもさすがに引っ込んじゃったではあの1曲目聴いてください、はい、そんな夏の歌ですね、ホテルテネシーでカレースカ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとまずいですね。え、ギリギリ大丈夫ですかね。はい。何がですか。僕ですか。痩せました。僕体重増えたんですよ。そう、痩せたよ。本当ですか。痩せて見えますか。あ、ちっちゃくなった。多分ちょっと焼けたんじゃないですか。あだからなんか、うん、ちっちゃく見え、うん、かもしれないですね、うん、あ風邪、あのずっと飯食って寝てただけなんでうそう、太っ、ほんと大変な夏休みなんですね。いや全然、全然普通よ、全然ちょうどいい、うん、そう全然大変じゃない。いやまあ、すっげえ楽しいもん、いろいろ。本当ですか、うん、いろいろ言えないけど。うわぁ、いいなぁ。いろいろ言えないけど。いろいろ言えないですけど、うん。YouTube でも言えないですけど。どういやすっごい楽しいですよ。あれあれ。いいじゃないですか。あれあれ。あれ。まあ、詳しくはちょっとライブの時にでもお聞きしましょうか。そうですね。そうですね。次回ライブいつとかまだ決まってないんですだっけ、テネシーは。残念ながら。残念ながら。残念ながら。ちょっといろいろありますね。はい。うん、今相談中ってところですかね。だいぶ決まり次第情報流すんで、 YouTube の皆さんも見てください。ぜひ。あ、そういえば、はい、ちょっとまあライブたまに定期的に来てくださるファンの方、はい、動画見てもらって、おお、いいじゃない、ラジオみたいな感じで言ってもらって、ありがとうございます。ご覧になっていただきありがとうございます。恐れ多いです。恐れ多いです、うん、ね、うん、嬉しいね。嬉しいですね、うん、昨日じゃない、昨日先月これやってよかったんです。あ、これがこれもうだってもう構えてるもんねもうかなりスタンバってますそう八景酔いの状態でもういるから、いるいますね。ちょっと八景酔いの状態で15分ぐらい待ってるそうです、うん、いや
いや、もうそういうさ、聞いてくださってる方いらっしゃるんですよね。いらっしゃいます。本当に、うん、全力でこれからも頑張っていきますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。面白いね。ありがとうございます。ありがとうございます。今日なんか褒められてばっかりですね。ちょっとおかげさまで褒められてばっかり、褒められてばかり。いや、もうありがとうございます。いや、耳残らせたいよね。そりゃ残らせたいですよ。テネシーの曲全体的にインパクト強すぎて残っちゃいますよね。じゃあ、はい、こっちありがとうございます。これ耳残して、これこれ耳残します。わかりました。これちょっと待って、どっちが先ですか？こっち先ですね。はい、これから紙図に押します。これ見えてますかね、皆さん。見えてます、大丈夫ですか？はい、はい、お聞きいただいたのはホテルテネシーでカレースカーでした。イエイ。もう嬉しいことに、もうね、あの今ちょうど曲流れてるところで、あの裏から耳残るねとお褒めの言葉をいただきまして、頂戴いたしまして、誠にもう誠に遺憾なりなりね。いや、もうありがとうございます。誠にありがとうございますという感じで、もう。いや、嬉しいですよね、そうやってもらえるとね。これからも頑張ろうって、今年いい夏だったってなります。なりましたね。今年風邪とかどころじゃないよね。風邪ひいてる場合じゃないですよね、うん、それどころじゃないよね。パソコンさんも風邪どころじゃない、もっといい曲かかってますもん。ちょっと復旧していただきたいと。そうですね、まああのラジオの前の皆さんも今すごい楽しんでいただいてることを祈っております。はい、あ、俺今日本語大丈夫だった？大丈夫、伝わった？俺なんかちょっと変な日本語使った気したんだけど、大丈夫か？大丈夫。じゃあ、話題の新コーナーに行きましょうか。はい。それ、ラジオでやるのかよ、ホテルテネシーの神相撲対決。イエーイ。声裏がっちゃいます。はい、裏がっちゃってますけど、まあ、これさ、先月3人だったわけじゃないですか、はい、ってなると、はい、1人少ないわけですよね。そうですね。今月はそれをどう回すかっていう、まあ2人だけなんで、はい、できて2戦ぐらいですね。これ引き分けで終わる可能性もあるってことありますね。あります。まあその場合はちょっと番外編でもう一回やりますか。もう一回やりますか、うん、はい、じゃあやりましょうか、早速。はい、じゃあ今日指2本2本で同時についちゃいけません。同時についちゃいけない、うん、片言をやってください。はい、わかりました。じゃあ言いますね。はい、その前に東ーちょっとそこ笑っちゃダメじゃないですか。もう一回言い直し、ちょっと引き直しますね。もういい、やろ、いいやりますね。はい、ハラディのハラディーマルと、はい、ハラディーマルです。ハラディーマルとチャールズの何ですかこれ。チャールズブリーズ、ブリーズ、ブリーズです。チャールズブリーズ、チャールズめちゃめちゃ名前かっこいい。さ、そよ風ですかね。やりますか。はい、じゃあ実況お願いしますよ。秋風香る、いらないよ。いらないですか。いらない。さっきから本番前に YouTube とか見すぎだから。すいません、相撲実況ちょっと確認して、うん、はい、オッケーオッケー、やりましょう、やりましょう、やりましょう。はい、一日で用意しますよ。あっけよー、残った。お互い全く興味ない、お互いに全く興味がない状態からぶつからない、背を向けてしまうのか。おっと、背を向けた背を向けた状態で近づいて、おっと、なんだこれ。あチャールズ・ブリーズの寄り切り、ハラディマルの寄り切りじゃない、寄り切りじゃないです。押した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 ですね。負けちゃいましたね。負けちゃいましたね。多分俺の方が強いと思うんだよ、これ。もう俺の方がだって正確に作ったよ。ちょっと僕の雑なんですよ、こんな感じで。はい、第2回戦を、していきたいと思います。はっきょーい。残った。おっと、なんで今回もお互いに背を向けようとしている。声大きい。ラジオ前の皆さんが、ラジオ大きいだけど、ラジオ前の皆さんの耳が割れないことひたすら願いながらお互いやってますが、なかなか一致
1月から伝わるのか。やべえ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 、これはおっとやべえ、おっと負けてられない負けてられない、毎回なんで俺ら後ろ向くんだろう顔見せたくない、照れやかって感じですね。いやもうそれ言ってる場所で言ってる、あーハラリマルの押し、全く同じ負け方したよねこれ場持ちします。いや持ってる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 、大丈夫持ってる持ってる、ただ毎同じなんか斜め後ろに倒れる毎回ハラディマルが斜め後ろに倒れる多分先月も同じ負け方、同じ負け方しましたよ、ね、これ多分YouTube ご覧の皆様ご確認ください。ユーストリームの面白い面白いけど作り直しましょう、作り直しましょう、作り直しましょう、はい、名前も変えましょう、はい、はい、ちょっとしっかりチャールズ・ブリーザータトゥー入ってるから、かっこいいやつよこれ初めて超かっこいい明らか方眼用紙の穴感が半端じゃないですけどはい、ということで早口言葉も1個だけやりますか。やりましょうか、うん、これ新コーナー出るたびに毎回新コーナー増えますよね多分。いやまあそれは空気を読みつつで、はい、察知し、大きさ違うじゃないですか僕の方が大きさ違うもんねチャールズブリーズとこれにはい、前回、先月2匹ぐらい大きい先月、かなり言えなかった、分かった分からない系のやりますかやつを、じゃあハラリーの早口言葉まで3、2、1、9。分かった分からない、分かったら分かったと、分からなかったら分からなかったと、言わなかったら分からなかったか、分からなかったか、分からないじゃないの、分かったもう言えたんじゃないですか。言えてない、あ、言えてないですか。おかしかったもん、文法的にここら辺おかしかったよ。分かったら分かったか、まあ俺の字が汚かったのもあるんだけど、分からなかったら分からなかったと、言わなかったら分からなかった、分かった、言えてないもんここでした、言えてないもん、おかしかったですよね、うん、絶対おかしいですもんね。言わなかったら分かったか分からなかったか、これでも来月詰めに行ってもらいましょう、はい、ということで聞いてもらえ、お聞きください、はい、ホテルテネシーで2曲目が中の下言えない、言えなかったね これ根本的にサイズが違うんですよ、本当に。そうそう、全然違った、全然違うんですよ、分かりづらい、分かりづらい、分かりづらい、違いますね、あ、違いますね、背の高さ、まあ、怖いよね、これこれ怖いですね。え、同じ紙の大きさで作りましたよ、うん、作った、なんでですかね、折り方だよ、あ、あ落ちた、丁寧に折ってないから、あとでもここの折り方と、ここですか、うん、ここが深く折ってるから、ああ、僕の方が深いですね、確かに、確かに、そうですね、そういうことです、ちょっと作り直してきます来月はまあじゃあいいよ、これ持って帰っていいから強いの作ってきたでもこんなんダメこんなんダメよ、乗らないですよ、A4 の紙から作って A4 の紙で、ね、A4 の紙から作ってA3 じゃダメですか、 A3 じゃダメです分かりました分かりました、いやこれちなみになんですけど、これ中にバラしていいですか、ダメです、ダメですか、ダメです、分かりました、企業秘密ということで、はい、うん、土俵って神聖なものでしょ、そうですよねダメだ、確かにそうです、ここでちょっとチャールズに聞きたいんですけど、ソロ活動のなんかライブとかって日にち決まったりしますか。全く決まってないです、全く決まってないですね、今のところ、さっきから何を、ちょっと、いろいろあります、放送中ですね、失礼しました、放送中ですよ、うん個人的な話は進む、なんすか、個人的な話は進む、はい、失礼しました、
これ Ustream 生配信ですか。そうです、ね、そうです、ね、あの可愛いノズメも来てればいいんだよね。本当ですね、来てれば。こうやってできる。できない。あ、打ち上げメインからの、あ、みゆきちゃんっつって。それ何、胸の小さい子がいる、それとも胸の大きい子がいる。いや、それはちょっと YouTube 入ってるんで言えないです。お酒の席で。お酒の席で。でも割と僕は平均的だと思います。そういう趣味とかも割と日本人の平均いってると思います。王道が好きです。王道が好き。何事も何事も。でも曲全然王道な曲ないですよね。王道でしょ。王道ですか。俺的に王道なんだけど。あ、そうです。あれ違うかな。あれ、あ、まあまあまあ、でもいい意味でチャールズさんの独特の感じの曲がこれに関してもこのチューブに関してもカエルに関してもバナナに関しても出てますよね。いや本当に地元の宮崎の地元宮崎なんですけど同級生がすごいすげえホテルテネシー楽しいみたいな。あ、本当に、はい、言ってくれてます。あ、ありがとうございます、うん、それマネさんじゃなくて。え、マネさんじゃなくて、マネージャーさんじゃなくて、じゃなくて、じゃなくて、じゃなくて。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お聞きいただいたのはホテルテネシーで中の芸でした。中の芸ですね、はい、いやこの曲書いてもうでも3年ぐらいになるんですよね。そうですね、確か最初2年か2年です。2年か僕が確かそうだ2年だいぶ2年、うん、だそうですね。2年間もう2年経ったんですね、この曲書いてから。うん、でもこれ結構流せる曲の中ではかなり新しい方なんで。そうですよね。なんかちょっと、お前ら何やってんだって話なんですけど。自分で言うのもあれなんですけど、お前ら何やってんだっていう話です。ちょっと制作、いや、ちゃんと曲も書いてますよ。あ、楽しみですね。激ムズ。激ムズですか。次の曲、激ムズ。ちょっと楽しみにしてます。もう、フラットいっぱいあったりとか。それでいて割と超絶技巧気味な感じのかと思ったらすごい難しいコードが並ぶようなみたいな。最近そういうの多いですね、チャールズさんの曲。なんか割と、もう多分あれここら辺手を流したぐらいのシンプルな曲書くのってもう少なくなってきてるかも。逆にだからあれじゃない、もうちょっとしたらもっと簡単になる。あと 1,2 年したらもっと簡単なゾーンに入るかもしれないけど。今もちょっと超絶技巧をやってみよう。ほら、ビートルズも、はい、解散してジョン・レノンってすごいシンプルな曲書くようになったじゃないですか。そうですね、うん、確かに。なんだろう、ワイズオーバーとか、うん、なんですか、イマジンとかでしょ。イマジンもかなりシンプルだと思うんですよね。そうですよね、うん、最初の方とか、うん、コードってまあ和音のことなんですよね。はい、そうですよね、確かに。はい、俺が話さなくなると何も言わなくなるでしょ。大丈夫。大丈夫です。ちょっと僕これ咳こらえながら話してる。いたわりながら僕のちょっとうってなってたらそういうことなんで、うってなってたらそういうことなんで、うっと最後にもういいから。はい、失礼しました。じゃあちょっとだけライブ告知ありますか。ライブ告知、あ、そうですね、来月9月5日に、先月も告知させていただいたんですけど、先月一緒に出たつむさんが、一緒に出ます、調布の銀座というライブハウスで、かなり、動物園みたいなステージだという、ライブハウスだというようなことを、つむさんおっしゃってましたけど、本当に普通のライブハウスとはやっぱり少し違った感じで、お客さんを演者がお客さんを下から見るという、まあ、完全にオーケストラで言うとピットみたいな感じのステージングなんですよ。ピットって何ですか。あ、失礼しました。はい、まあ動物園みたいな感じ、動物園みたいな感じですね。動物園、お客さんの方が上にいる。そうですね、お客さんの方が上にいる。お客さんの方が神の方に、はい、お客様は神様ですと。そういう感じの。そういうことですよね。なるほど。銀座ですか。僕も一応じゃあちょっと
ちょっとだけライブ告知といいますか、はい、まあ僕もツムも所属してたジャズブラスガンボ、ツムに関しては所属しているジャズブラスガンボっていう、ニューオーリンズスタイルのジャズをやるバンドがあるんですけど、はい、そこのちょっと一部のメンバーで、10月の29日ですかね、はい、日曜日になるんですけども、うん、ハロウィンが近いということで、ハロウィンの一番近くの日曜日、ハロウィン前の日曜日に、こちら東京の、杉並区の浜田山っていうところの商店街、まあ、簡単なパレードをさせていただきますので、少人数で、はい、子供たち向けのパレードをやりますので、はい、もしなんか時間空いてる方いらっしゃっていただけるとぜひお越しください。ということで、はい、残念でしかないんですけど、バナナバナナバナが聞こえてきちゃいました。聞こえてきちゃいましたね。聞こえてきちゃいました。これはもう終わりの合図ということです。そういうことになります。はい、はい、次回放送は9月15日です。それではバナナバナナバナナを聞きながらお別れしたいと思います。本日パーソナリティを務めましたのはホテルテネシーのチャールズとキーボードのハラディです。最後で噛んだ。グタグタ。ありがとうございました。よいしょ松尾。よいしょ松尾。じゃあねー。